よっ。防御体制を取るのだ。目標を彼の地に定めよ。一気に落として敵の船員をくじくのだ。この傭兵官は艦中の要、貴様らなどに落とせるものか。となるよう、これからも勝利せよ。
が熱してある。傭兵艦という要所を抑えられた。これで戦は有利に運ぶぞ。このまま勝利を重ねればきっと市場をかきたてられるご活躍、お見事です。何？この要所が落ちてしまったのか。やはり魏軍に勝てる見込みなどないか。なんとか魏の将に接触できないか。そうすれば寝返りの算段。王陛下が落とされた。嘘だろう。やっと戦線を突破できましたな。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って漢中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。天刀山は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。務めを果たせぬとは。長老殿、申し訳ございません。天刀山を抑えた。この要所を取った意義は大きいぞ。いよいよ来た。漢中を守るため戦わねば。お返しよ。このまま勝利を重ねればきっと。見事な働きだな。我が軍団だけが孤立してしまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのみ。陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃん。もはや抵抗はせぬ。どうか民には手出ししないでいただきたい。やったな父さん。これで漢中は俺たちのものだ。あや、ガクラだったな息子よ。友人だったぞ。そうそう殿、それがしへの寛大なる処分、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われる。戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝を失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき後人の極み。報徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令年以後は曹操殿の先兵として働かん。うん、頼みにしているぞ。父よ、漢中は完全に掌握した。この先はいかがされる。
将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。だが兵団の維持は厳しかろう。現状長安からの移送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は？芝忠達です。劉備は破色の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り破色益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を疲れよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておる。この三者三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。漢中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。士官、全軍に通達せよ。加工殿、加工園、お主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫吾に圧力をかければ我らに対し劉備孫権が構えるという、この均衡を崩せるやもしれん。だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。何を今さら、いつものことではないか。で俺たちは何をすればいい。劉備を漢中へと誘い出し、その間に関羽を撃つ。何だと。漢中は覇色にとって喉笛、わしが兵力を手薄にすれば奴らは喜び勇んで奪いに来るであろう。同時に孫権と慶州攻略の密約を結ぶ。慶州の奪還は奴らの絶望するところ。関羽を共に討とうといえば断りはすまい。確かに奴らの同盟は危ういものとなっている。孫権をこちらにつけることはできるだろう。だが劉備どもにこれを蹴取られでもすれば、漢中と慶州を一気に失いかねんぞ。そこをバレないように漢中をきちっと守りつつ、ひょっとすると攻め取れそうに思わせる。なかなか大変な芝居ですな。慶州へ兵を回すため漢中には精兵を残し、兵の数は減らす。これだけでは策を感づかれるやもしれん。だがその精兵を率いる師匠が我が国王であれば、まず疑われることはないだろう。そこで俺たちの出番というわけか。分かった、漢中のおとりは俺がやろう。いいってトンニー、そっちは俺の役目だ。慶州には関羽を打ちに行くんだぜ。その戦いにトンニーがいないってのは嘘だな。ねえ殿、ならここはこの加工妙斎の出番ですな。任せた。劉備は兵力を整え全力で攻めてこよう。かなり危険な役目になるが、頼むぞ加工へ。なんの、一番大変なのは殿でしょ。これから西へ東へ行ったり来たり。もう若くないんだから無理しないでくださいよ。言ってくれるな。関羽を討ち三国の均衡に楔を打ち込む。頼んだぞ二人とも。ああ任せておけ。
さて、孫権との密談の場所を決めねばならぬか。今までの関係を変えようというのだ。あえて因縁あるディスコあたりがよかろうな。劉備が漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。いいな、お前ら。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雷、花公園将軍のもと、美しく漢中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なーに息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああ、そこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前はお前で自分らしくやるこった。あ、はあ。一体どうしたんだ、急にあんなこと。さて、劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は
絶対守り抜くぜ。玉軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。ところをついておくから狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。なんとこれほど近くに敵が。みんな、魏の軍勢を押し返すのだ。
面だが、知略で跳ね返せ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。範疇を奪えない無念、今は引くしかあるまい。敵将討ち取った。おお頑張ってんだ。その調子で行けよ。やれやれ、やっと諦めなかったか。まあこれで一安心ってところだな。でね、平軍山の本陣に敵襲。敵将は甲虫の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたで。ちょ、父さん待ってくれって。将軍、敵将甲虫に撃たれ戦死なさいました。え、父さんがエスタロまさかそんな、ああなんということだ。将軍を失った動揺は兵たちも同じでしょう。こちらは今とても戦える状況ではありません。一度撤退し防衛線を引き直さなければ。各ワイドの兵の指揮をお願いします。そうですね、私たちで少しでも多くの兵を守らなければ。さあ参りましょう、加工派殿。わかった。
人を引かず。まさか花崗岩将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ。あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花崗岩が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできぬ。このまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は低軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが炎上を思い出すよ。皆に支えられ導かれここまで来たのだ。この大志必ず貫いてみせる。